今日11月29日は語呂合わせからいい肉の日です。宮城が誇るブランド牛仙台牛を育てる若手農家に限定した初めての競りが仙台市で開かれました。宮城野区の中央食肉卸売市場で開かれた競りは JA 全農宮城が主催し、若手生産者40人が出品しました。 JA 全農宮城では農家同士の交流を深めようと、担い手世代である50歳未満の生産者の集まりを仙台牛レボリューションズと名付けて活動していて、今回はこの農家に限定した初めての競りを行いました。最高賞であるチャンピオン賞に選ばれたのは大崎市古川の小高直樹さんの枝肉で、1キロ当たり3040円と平均価格を600円近く上回る価格で取引されました。自分なりにも期待はしてたんで、で結果チャンピオン賞を受賞できて、まあ、嬉しいです。投資買って、まあ、ここまできちっとこうキープして、その結果が出たんで、まあ、良かったです。小高さんは畜産農家の3代目。高校卒業後、一度は建築会社に就職しましたが、25歳で家業に戻り、祖父、父の親子3代で100頭の肉牛と繁殖牛20頭を育てています。若い人たちで、こうみんなでこうチームワークっていうか、こういろいろ意見交換しながら、こうもっと仙台牛をこうよりよく、いい仙台牛をみんなで作っていければなと思ってます。